皆さんこんにちは。今日はある日の一日を撮ってみました。この日はハロウィンだったので、午前中に夕飯の仕込みを終わらせてから、午後からの家事の様子を撮影しました。最後の方に我が家のハロウィンの飾り付けとハロウィンディナーの様子も出てくるので、よかったら最後までご覧ください。まずは朝から洗い物を溜めていたのでお皿を洗っていきます。この日はハロウィンだったので夕方から飾り付けをしたくて先に夕飯の仕込みを午前中に終わらせておいて午後から家事をするっていういつもと反対のタイムスケジュールで動きました。そして回しておいた洗濯物が終わっていたので、もうお昼過ぎてるんですけど、洗濯物を干していきます。最近朝晩だいぶ寒くなってきたんですけど、この日はお昼がちょっと暖かかったので、お昼からでもちゃんと乾きました。そして次はトイレ掃除をしていきます。まずは洗面ボールを先にきれいにします。いつもはメラミンスポンジで簡単にこするだけで終わらせてます。そしてここからトイレをブラシで洗っていきます。シンクも汚れていたので、軽く食器用洗剤で洗っておきます。周りに飛び散った水滴を拭いたら、お昼の簡単キッチンリセットは終了です。そして前の日まで出張だった主人の洗濯物をまとめて洗っておいたので畳んでいきます。
そして掃除機をかける前に床全体をクイックルワイパーでホコリを取っていきます。で、ここからは少しだけ自由時間を過ごしました。この後お風呂を洗ったり愛犬のお散歩に行ったりしている間に暗くなってきたので洗濯物を取り込んでいきます。そしてここからはお楽しみのハロウィンの飾り付けを始めていきます。我が家のハロウィンの一日はこんな感じでした。以上で今日の動画は終わりになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。